くマンドリン校2020括弧1基礎技術編3番音量の強弱。音量の強弱はどうやってつけるかというと、大きく振るとか小さく振るとか深く入れるとか浅く入れるとかじゃなくて、結局はピックを強く持つか弱く持つかってことですね。大きい音を出すときはピックを強く持ってっていうことは、指先に力を入れてこうブレさせない。でピアニッシモとかちっちゃい音を弾くときは指先の力を緩めてゆるゆるにしてピックをブレさせる。ゆるゆるに持つとピックはこう弾いててずれるんじゃないかっていう言われそうですけども、まあ、ダウンとアップの力関係が整っていれば、バランスが取られていればピックがずれるということはありません。で、普段弾いている音量ですね、音階練習とか基礎練習、それはメゾフォルテって考えてもらったらいいと思います。まあ普通の音量ってことですね。だからそんなに指先には力は入ってないと思います。で、まず大きい音ちょっと出してみますね。フォルテですね。フォルテで弾く場合も、弾く主弦の上にピックを乗せたまま弾きます。まあピアニッシモでも一緒です。ピックを弾く主弦の上に置いたまんまということですね。フォルテがピアニッシモがこういうふうに、でまあトレモロでも全く一緒なんですが、フォルテッシモだとピアニッシモだとピアニッシモのトレモロってとっても難しいんですね。指先の力を抜くとそれだけ早く右手を動かすという作業がちょっと難しいんですね。だからこういうふうにピアニッシモのトレモロでよくこういうふうになってしまう。トレモロが遅くなってしまうんですね。まあ多少遅い分はいいと思うんですけど、明らかに遅くなるとちょっと聞きづらいので、むしろピアニッシモの時はトレモロを速くするイメージで弾いてください。速くというより細かくと言った方が伝わりやすいですかね。なので振り幅はちょっとピアニッシモのトレモロの時は狭い振り幅を両側の弦に当てるのではなくて、その半分ぐらいのイメージで細かく動かすという感じですね。なのでピアニッシモのトレモロの練習っていうのも欠かさずやった方がいいと思います。で、クレッセンドとかデクレッセンド、ディミニエンドってありますけど、それも結局は指先の力を入れていくか抜いていくかっていうことですね。入れていくか、入れていくのがクレッセンド、抜いていくのがデクレッセンド。別に振り幅が大きいとか狭いとか、深く入れる浅く入れるっていうのは、まあ二次的なものと考えてください。例えばクレッセンドだとグラフみたいなこう山がこう見えてくるといいですね。音量のグラフが上がって下がっていく。で、ピークがどこにあるかっていうのを決めて、かかったら分かりやすいと思います。というわけで、音量の強弱は右のピックを持っている指先の力次第であるということ。